おはようございます、山沢です。8月23日の7時でございます。あ、お腹鳴ったついに大会まで残すところ3日ですよ。もう昨日さ、70セットもトレーニングした反動でものすごく今ね、体だるいんだけど、こっから3日間はもうトレーニング一切しないで完全休養に当てるだけなんで、大会当日をね、元気に迎えられそうです。で、昨日炭水化物入れたんですけど、まあ、少し体の張りも出てきたし、ほら山本流って大量の水と塩分取るんで、そこで炭水化物入れるといつもね、結構むくむんだけど、今日のところはね、かなりいい感じ、大丈夫だね。で、今山本先生に朝メール送って、昨日と食事同じでいいか聞いてるんだけど、昨日は白米300、ジャスミン米300、ジャガイモ300、さつまいも 100g 入れたのね。だから炭水化物量で言うと350しか入れてないから、マジで寝る前とか普通に腹減るんだけどね。で、今もうご飯が楽しみで楽しみで仕方なくて、もう腹減って起きたんだけど、皆さん今日も大会3日前のね、リアルな1日を見てね。朝馬肉 100g ね、ご飯食べるのがルンルンすぎるよ。で、今回大会当日なんだけど、初めてね、このファン交流会みたいなの やりたくて、ネイチャー館ブースに立つんだけど、オファーされたとか全くなくて、むしろネイチャー館側に場所使わせてくれって頼んだんだけど、ちなみにネイチャー館は FWJ セールでね、今月30日までかな、最大 70% オフぐらいの超ビッグセールやってるんで、今日から。で、山沢がずっと愛用してるのは、アルギニンシトルリンと、アシュアガンダとロデオラ。こちらがセレブのオイルでございます。特にね、アシュアガンダめちゃめちゃいいですよ。インドとかで取れるような天然のハーブなんだけど、筋力上がりやすくなる、筋肉つきやすくなる、テストステロン増加、コルチゾールの軽減とかね、あらゆる効果が期待されてるね、最強のハーブなんで、かなりおすすめ。このセレブのオイルもね、海外でめちゃめちゃ流行ってるの。僕は 40% のやつ使うんだけど、日中とか寝る前とかね、睡眠改善してくれたり、ストレス軽減してくれたり。今日も美味しそう。朝は150。この150食えるか、100しか食えないかで満足度が全然違うんだよな。馬肉ユッケご飯いただきます。今日もうまい。もうこれ決してオーバーリアクションじゃないですからね。やったことある人いると思うけど、米徹底的に我慢したら、米のうまさってやばいってなるよね。ダメだ、ゆっくり食べよう。山本先生から炭水化物増やしましょうっていう返事を待ってるんだけどね。まあ昨日と一緒かもしれないし、ちょっとだけ増えるかもしれないし、さすがに7時とかにメールしてもさ、困るよね先生もね。特別にね、カーボアップ中の極秘アイテムを教えちゃうんだけど、クエン酸をね、毎食後に飲むんですよ。そうすると筋肉がね、糖質を引き込む力が強くなるんで、まあ糖質が筋肉の栄養になりやすいみたいな感じだね。もうこれマイプロのケースに移してあるんだけど、1g 毎食後。鬼酸っぱいから今日はジャガイモ4個ぐらい食べれます。山本先生から返信来て、昨日と同じ食事で行きましょうって来たんだけどね、カーボ増えなかった。だけど焼き芋食べるの今日やめようと思って、もうあれね、美味しすぎてマジで過食しちゃいそうだから。しかもさつまいもって糖度が高いからさ、ふかした焼き芋を 100g 食べるんだったら、この生のジャガイモ 200g 食えるから、空腹をしのぐのにいいです。あと大量の塩をね、使いやすい。あったでいいか。この牛肉とジャガイモコンビ超好き。すげえ合う。これ 250g のジャガイモなんだけど、こんなに食べても 45g の炭水化物ですからね。白米でいうと 120g ぐらい炊いたやつね。今日のお弁当めちゃくちゃうまそう。今日はですね、9月1日オープンのフィットプレス金町店で、ちょっとね、撮影させてもらおうと思って、ただもう体休ませたいからね、パンプとかさせないで、ノーパンプでね、今の状態を撮っとくんだけど、やっぱインフルエンサーさ、クオリティの高い写真と動画ってのが、それを残すことがね、一つ仕事なんで、頑張っていきます。例えば、歯の質問めっちゃ多いから、後で話します、これ。PL 通りといえば PL 通り。お、金町店着きました。まだね、オープン9月1日だから。いや、いいですね。めちゃめちゃ、もちろん綺麗だしね。パワーラック4台ありますよ。金町店、これ、レクスコのチェストだね。スミスマシン2台。金町店オーナーの畑岸さんです。もう金町店ね、募集開始してますんで、お近くの方ぜひね、ご入会ください。めちゃめちゃいいジムです。スイーツをいただきました。大会前に、あ、じゃあ大会後に爆食いします。はい、ありがとうございます。
じゃじゃん、お腹空いたよでも頑張ってきた甲斐があったわ。片道45分ぐらいかかったもんね、この道混んでたから。でもまあなんとかかっこいい写真撮れたんでね。いいね、マジあったかいから透明。この前の YouTube ライブで発表したけども、フィットプレイスね、40店舗45店舗近く発表できたから、ちょっとずつね地方展開も進めていけそうなんで、僕は大会の結果も出してますますみんなから応援してもらえるようになって、日本中をフィットプレイスだらけにするぜ。今日夜カラーリング行くんで、全身のねこの産毛を剃っていきます。カラーのノリが良くなるんですよ。じゃじゃん、これね赤すぎのやつなんだけど、赤も落としておくとよりカラーリング乗りやすいんで。そう、僕のほらカラーいつも皆さんめちゃめちゃ心配させちゃうでしょ。今回ね3回カラーするんで、まあ、まず大丈夫かなと思ってるんだけど、この白さでもねもう10回以上下塗ってんだよね。本当にね、赤くなって焼けないんだ。あんま赤出ないの。で、これ痛い。めちゃめちゃ痛い。ジャスミン米。とりあえず炊飯器まだ米あるからこっちを食ってるんだけど。まあ、この後の食事はね、このジャスミンライスとジャガイモ入れようと思うんだけど、ジャスミン米って GH が50ぐらいしかないの。白米だと88なんだけど、この GH が低ければ低いほど食後の血糖値の上昇が穏やかだから、インスリンって肥満ホルモンの出方がちょっとこうマシだからね、まあ、いわゆる太りにくい炭水化物なんだよね。だからすごいジャスミンライスね、味も好きなんだけど、でもこれ水分量少ないからね、これもなんかこの傘に対しての満足感がね少ない。では8月23日の5時半、ね、ちょっと今日早く閉めちゃうんだけど、8時にねもう新宿行ってカラーリングがあるから、もう今日寝たらついにあと2日か。もうあっという間だね、ほんとね。いつもそうなんだけど、とにかくさ、大会の減量ってもうとにかくきついし苦しいから、もう二度とやりたくないとか思うんだけど、でも大会終わった後ってね、なんかものすごい清々しい感じとか達成感で、ちょっとでも結果いいとさ、辛かったはずのことを全て忘れてめちゃくちゃ楽しかった思い出に変わっちゃうんですよ。だからそのね、なんていうかね、充実感の中毒になって結局ね毎年毎年チャレンジしちゃうんだけど、でほら僕今年さ、すごいさ、モチベーションにまあ苦しんだ年で、みんなにも話してたんだけど、もちろんねまだ次の大会のこととかは全然考えてないんだけどね。ただまあ今回もちろん優勝していい結果で終わる気でいるのと、仮にだよ、まあどんな結果であれ引退するとかね、来年出ないとかそういうのは考えてないから、必ずね諦めが悪い男なんで諦めが悪いっていうか、まあもちろんフィジーク好きなのもあるしね。あとはなんかやっぱり筋トレのモチベーションとかさ、いくら仕事に今ねすごい熱中しててそれがやりがいがあっても、また違うんだよね競技って、青春してるような感じがさ。だから今ねフィジーク、ほんと日本で世界一流行ってるし、いいよねコンテストって。はい、そんな感じでカウントダウンシリーズね、今日見てくれてありがとうございます。また明日も動画出せるかな、見てね、頑張りよ、おやすみ